はい、こんにちは。ペゾでございます。麻雀大会 DS ね、続けていきましょう。はい。あら、白。あ、でも、どんどん作って一本できないからね。どこともしょんぱいやねんな。スピンでも積もった。ああ、そっち積もった。スチャピンやね、うん、もうチーピン抱えた時点であれはアウトでしたね。単色ですね。よしよし、これは大きい。いや一応ね、おお、そっち行くか。焦点になりますね。ロッソと初の。それポロと出さんかな。あ、出さないね。うん、なん、うわー、なんドラさんや。うわー、コウさん負けるぞ。このままやったら。人の心配してる場合じゃないけどね。わからない事故やもんな、こんな。形は悪い、良くないと思ってるけど、うん。スピン普通にあんのよね。
あーパピトースター。ねえ、そうですよね、やっぱり。はい、麺単品ですね。おい、渋沢さん落っこちるか。オーラスですよね。え、崩れちゃいましたね、完全に。はい、ということで焼き鳥もあるから、あー一応トップか、ありがたい。あ、で最終戦ね。おい、トンプ戦で終わるのは嫌ですからね。これしかしビジョンわかんな。789の3色も遠いしね。123か。ペン三像できた。あとはカンちゃんばっかりやな、きついな。そうやな、こっちはロー中腕。あ、対面が何やったんやろ、竹やろね多分。え、うわ跳ね前ドラゴ、うーふわ。しょっぱなから、こいつばなな感じして。
てるんですけどね。ここはそこは振り込むんや。はい、飲み手ですね。3色か、高め打っちゃった。いったどないせいってやられた。
張るね。おお、藤波さん、とにかく一応ちょっと染め視野に入れながら行きましょうか。視野2枚来たしね、知るまかれたしな。最終戦でね、ベッタやられた。あ、終わっちゃった。ということで、またね、出直したいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。